さあ朝ドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょ。よしお前ら冬休みもしっかり課題やっとくんだぞ。あんまり年末年始食べ過ぎには注意しろよ。たまにはちょっと見て回るか。南條たちは本当にいつもお前らお利口さんだな。王子先生いつも気になってたんですが、あっちの生徒と何を話してるんですか？いやいつもあいつがわからないところを俺が説明しているだけだぞ。あ、そうなんですか。なんかよく秘密の何だったかな、なんかそういう秘密ワードがよく聞こえてくるんで何なのかなと思って。あれだ、いつもあいつがよく質問してくるから恥ずかしいんだろう。だからそれを秘密にしておいてってことだよ。ま、気にするな。先生そろそろバレてきてるんじゃないんですか？まったくお前のせいだからな。でもお前のそのハッキング能力はもっと別のところで役立てた方がいいぞ。大丈夫ですよ。僕は将来システムエンジニアを目指してるんで。へえ、お前ちゃんと将来のこと考えてるんだな。確かにその職業ならお前にうってつけだな。将来は先生もびっくりするようなハッキング能力見せつけてやるからな。はいはい、楽しみにしてるよ。じゃあ冬休み楽しんでこいよ。じゃあな。今年最後の授業も終わったと。冬休みか。何しよっかな。お疲れ様です。おじ先生お疲れ様です。どうでしたか2019年最後の授業は。いつも通り難なくクリアって感じですね。来年もゆっくり落ち着いた授業ができればいいんですけど。おじ先生来年の夏は絶対に海に行きましょうね。なんたって私脱毛サロンずーっと通ってますから。やべえ、全然興味ないけど一応受け答えだけしておくか。先生結構前からその脱毛ネタよく言ってますけど、ちなみにもうどうなったんですか体の方は。王子先生よくぞ聞いてくれました。いやー言いたかったんですよ。私腕毛がボーボーだったじゃないですか。なんとそれがきれいさっぱりなくなって、その代わりにお尻に毛がボーボーになったんですよ。いやー私は猿かってね。いやマジで話さなきゃよかった。聞かなきゃよかった。鈴井先生王子先生にそんな下品な話しないでください。汚れちゃいます。ねえねえ先生ひどいな。そんな怪我されるなんてちょっと僕興奮しちゃうなって。アップすぎない僕の顔。王子先生嫌な時は嫌って言っていいんですよ。はいわかりました。なんか俺がまるで学生みたいだな。さーて冬休みが始まるし年末年始は学校に来ることもないから久しぶりにゆっくりできるな。王子先生は何か予定があるんですか？いや特にないんで久しぶりに家でゴロゴロゆっくり過ごそうかなって思ってます。王子先生女に困ったら言ってください。いやねね先生今の発言だいぶ危ないですよ。それじゃあ皆さん良いお年を。僕は先に帰りますね。王子先生良いお年を。王子先生いつでも連絡くださいね。はいわかりました。なんかお店か何かかな。どうせだからついでに野球部の様子見に行ってくるか。一応俺が担当になってるしなこないだから。やってるって相変わらず部員が全然いねえじゃねえか。てかあいつ一人？まさか一人じゃねえよな。あれ絶対一人じゃんあいつ。おーい元気でやってるか。てか相変わらずお前ら部員が全然いないじゃないか。王子先生そうなんですよ。実は女子マネージャーたちが来なくなった瞬間みんな練習に参加しなくなって。なんだよそれ。結局それじゃ意味ねえじゃん。そこをつなぎ止めんのがお前たちの仕事だろ。野球の楽しさをもっと伝えろよ。いやそんなこと言われたって俺たちぶっちゃけほとんど野球したことないんですよ。とりあえずお前の相方も来たからついでに話をしよう。とにかくこのままだったらお前ら野球部は廃部になっちまうんだぞ。せっかくこないだ部員あんなに集めたのに。そりゃよく考えたら2人だけじゃどう考えても野球できねえわな。でも俺たちこの野球のグラウンドで走ってるだけでもすげえ楽しいんですよ。そうそう部員が俺たち2人しかいないからなんだか気が楽で。いやいやおかしいだろ、絶対野球やりたいだろこいつら。なんでじゃあお前ら陸上部にでも行けよ。とにかくもう冬休みに入るから来年こそこの野球部絶対盛り上げていくぞ。いいな。了解しました王子先生、トレーニング積んどきますね。いやお前らさすごいと思うぞ、サーカス団とかやればいいんじゃないかお前ら。はあここの学校の先生と生徒はほんと変わってるやつばっかりだな。であいつらまだ回ってるし。どうしたのモモ、帰らないの？緑、そこをもう出てしまったら私冬休みに突入してしまうの。冬休みに突入するっていうことがどういうことかわかる？そうよ、王子先生にしばらく会えないのよ。いやそんなところで涙のそれ使わないで。もうどっちにしてもそこにずっといても王子先生とは会えないよ。ほら早く行くよ。ちょっと待ってよモモ、セグウェイで行ったら私追いつけないじゃない。何言ってんのよ、セグちゃんは置いていけないのよこの学校に。ああ今日もツインテールなびくなびく。さてと家に帰るとするか。何しよっかな家出って。あれこれはあれ南條と伊藤お前お前地面に何回も吸い込まれていってるけど大丈夫なのか。あ王子先生これはちょっとよくわかりません。ぴょんいやぴょんじゃねえよ上に上がった時にツインテール跳ねる効果音出すんじゃねえよ。そうだ伊藤と南條ちょっと時間あるか。そういえばお前ら2人野球部のさお手伝いしてくれたから約束通り先生がご飯をおごってやれよ。えご飯そんなの先生は悪いですよ。またとないビッグイベント来たー。緑もちろん時間あるわよね。うんだってここでもうないって言ったらモモに殺されそうだよ私。よしじゃあそこのカフェに行くか。あやべ俺車あそこに置いてるけどいいかな。まあいいか。いやほんとあの時はありがとな、お前たち2人のおかげで助かったよ。いえいえ私たちはそんな何もしてませんよ。あやばい王子先生が目の前でご飯食べてる。あすっごく尊い、もう顔面見れない。伊藤と南條は冬休み何の予定があるんだ。えちょっと王子先生は私に予定を聞いてくるってことはもしかして誘う気なのかしら。いや絶対違うよモモ、普通に聞いてきてるだけだよ。私は毎年田舎のおばあちゃんの家に遊びに行くのが恒例です。私は毎年ツインテールをめでる会に顔を出すのが恒例なのでそちらの方に遊びに行こうかなと。え何それモモ、そんなの入ってたの？ああそっか、まあ南條は普通だけどな。ああやっぱりここの生徒たちみんなおかしいな。ちなみに王子先生はどんなご予定があるんですか？うん俺か、俺は特に何もないな。家でぼーっとしてようかなと思ってるよ。へえ王子先生ってそういえば彼女さんとかいらっしゃらないんですか？なんて大胆な質問。でも緑グッジョブ。うん彼女？ああもう何年もそんなのいないよ。よっしゃー。そういう南條と伊藤は彼氏とかいないのか？2人とも可愛いから絶対いるだろう。かわいい今王子先生私のことかわいいって言ったわよね。ああもうなんで今もう録音しとかなかったの？私も伊藤さんも彼氏なんていないですよ。でも伊藤さんは好きな人がいるみたいですけどね。ちょっと緑なんてパス投げんのよ私に。俺もしかして伊藤の好きな人わかるかも。え好きな人わかるどうしよう。もしかして私バレてるのかしら。俺の授業の時の伊藤の隣の席のやつだろ、あのメガネかけてるやつ。いや王子先生それ一番可能性ないです、ゼロです。まあ王子先生が全然知らない人なんで言ってもわからないと思いますよ。はははは。あ王子先生ごめんなさい、私そろそろ行かないといけないので。いやお前ら悪いなこんなに遅くまで付き合わせてしまって。そんなことないですよ先生、ご飯ごちそうさまでした、楽しかったです。私も王子先生とこんなにおしゃべりできたの初めてだったんで嬉しかったですよ。そっかそれならよかった。でお前ら家はどこだ？送るよ。私は家すぐそこなんで伊藤さんを送ってあげてください。ちょっと緑何言ってんのよ。ああそうか、分かった南條、じゃあ気をつけてな。そしたら伊藤行くか。ちょっと緑何言ってんのよ。私王子先生と二人きりなんて全然会話にならないよ。もも一世一代のチャンスだね、頑張ってね。分かったわよ。頑張る。また LINE するね。ほら何やってんだ伊藤、早く行くぞ、もう遅いんだから。伊藤、家の方向はこっちでいいのか。あ、はい、合ってます。あーやばい、どうしよう、王子先生と二人きりなんだけど、やばいよ、もう胸が張り裂けそうだよ。はあ、もう王子先生の背中見てるだけで尊い。はあ、背中も好き、全部好き。もも、これはもうチャンスよ。今言わないと絶対に私後悔する。言うのよもも。王子先生。なんだ伊藤、どうした。私王子先生のこと頑張れ私。やばい、心臓が口から出そう。私王子先生のことが好きです。やばい、私言っちゃった。やばい、死にたい。なんだ伊藤、いきなり。俺も伊藤のこと好きだぞ。その好きってそういう意味じゃなくって。何言ってんだ、ほら早く行くぞ。ったく俺が怒られちゃうよ、お父さんお母さんに。じゃあな伊藤、お休み楽しんでな。はい、ありがとうございました。はあ、結局王子先生にちゃんと伝わらなかったな。マジかよ伊藤、俺のこと好きなのかよ。これからどう接していけばいいかわかんねえよ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタンもよろしく。 Twitter とか Instagram もよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も笑顔で頑張るぞ。バイバーイ。